んにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本です。神野菜に関しての相談を受けることがあります。歯科医に行きましたら、あなたは噛み合わせが悪いので、いろいろな不具合が出ます。ですから、噛み合わせを治しましょう。健康になりましょう。ということを言われると思います。そのため、症状がない歯を削られたり、外されたり、ということが起こって、どうしたらいいかというご相談もあります。噛み合わせというのは、歯の当たり方、という意味しかありませんので、いいか悪いか、噛み合わせがいいとか噛み合わせが悪いとかという意味はないということです。確かに歯が関係し、首が凝ったりすることもあるでしょう。腰が痛くなることがあると思います。しかしそれは歯の噛み合わせと称して歯を触り、いろいろなことを処置をした結果起こったかもしれませんが、何もしなくても治ることもあるわけです。ですから、それをしっかりと受け止めて、悩まずに治療を受けることが大切だと思います。もし疑問があれば、その他のことに関しては、十分な時間を取り、ご説明させていただきたいと思います。